皆さんこんにちは、赤又影湯でございます。今回私はですね、例のそば友達と一緒にですね、 JR 金山駅近くにあるこちらのお店でビールなどをいただきまして、その後締めにですね、そばをいただいてしまおうかなと、そういう企画でございます。こちらのお店はですね、多分なんですけども、1階が空という名前のお店で、でその上にあるお店なので、空の上っていう名前になってるんだと思うんですよ。一見するとこの上に飲食店があるとはわからない。階段を登っていきますと、突然おしゃれな空間が待ってるんですよ。こちらがですね、空の上という名前のお店でございます。重厚な木の扉を開けますと、その向こうがお店になってるわけでございます。さあ席に着きました。本日のおすすめ料理、赤い字はですね、特におすすめということで、お造り5種盛り合わせが超おすすめということみたいですね。さあまずはビールでございます。飲んでる間にですね、日本独特の文化、お通しがやってまいりました。さあこれは何だと思いますか？これはですね、茶碗蒸しなんですよ。茶碗蒸しにもいろいろスタイルがあるみたいですけどね、これは茶碗蒸しの上にあんかけのようなものがかかっているスタイルですね。この上にかかっているとろみのある部分ですね、ここにも結構しっかりと味がついております。お通しで茶碗蒸しが出てくるっていうのも珍しいですけどもね、そういう意外性がこのお店の面白いとこですね。そもそもこの店っていうのはですね、存在自体が意外性があると言いますか、店に入るまでですね、ここにこんなに広いお店があるってわからない、全く想像できないようなところにあるんですよ。そういう意味ではですね、店の存在自体に意外性があるんですけれども、出てくるお通しにも意外性があるということでですね、これからどんな料理が出てくるんだろうという期待感は確かに高まってきますね。なんとなく同じものを注文してもありきたりの出し方しないんじゃないのっていう感じがしてくるわけなんですよ。これもお店の演出なんでしょうかね。女子と来たりするとモテ度アップかもしれませんが、今回もそば友達と一緒でございます。先ほどのですね、おすすめ中のおすすめを注文いたしましたら、このわさびが出てきましたので、二人がかりでわさびを吸っているところでございます。後半を私が吸ってるんですけどね、やはりこの時点でまた別の演出が加わってるなという感じですね。自分でわさびをおろして、これで刺身をいただいていくわけでございます。さあこれがですね、刺身5種類あるっていうやつですね。海ぶどうがついてるんですよ。多分マグロ、ブリ、カツオ、キンメダイだと思います。あともう一つは何かな。先ほどのメニューにはですね、マグロ、ブリ、カツオ、キンメダイ、ヒラメ、ヤリイカ、ハモ、イサキって書いてあったんですよ。その中から5種類が出てきてるはずなんですけれども、もうよくわからなくなってますね。そば友達も私も細かいことはともかくとして、美味しければいいという派閥に属しておりますので、お店の人がですね、産地まで交えて説明してくれたにもかかわらず、もう忘れてしまいました。ちなみにどの刺身も全部美味しかったです。ボキャブラリーないわ。さあ次はですね、これまた私にとっては珍しい料理、他のお店でもあるのかなわからないんですけども、ナスに切れ目を入れて、そこにですね、多分エビだと思うんですけども、エビのすり身を押し込みまして、でその後火を加えて作ったんだと思いますけどね、ちょっとまた手の込んだ一品でございます。私はですね、ナスは大好物なんですが、そこにですね、細かい技が加わってですね、すごく上品な料理になってましたね。それを一口でいただいちゃったんですけどね、もうちょっとゆっくり味わって食べてもいい料理かなと思います。そして次はこれ、カニクリームコロッケですね。上に乗ってるのはこれ、ディルというハーブだと思います。結構これだけでもいい香りするんですよ。
ということで、カニクリームコロッケをですね、この箸で切断していきます。まずこのカニクリームコロッケ、非常に大きいわけですよ。そしてこの中のクリームの色、もうカニ味噌とカニ肉がたっぷり詰まってるって感じですね。私が普段スーパーで買ってるのとは色がそもそも違います。トロトロですよね。こんなにトロトロのクリームをですね、どうやってパン粉にくるんで揚げたのか、謎は深まるばかり。口の中に入れますとね、サクトロっていう感じで、しかもですね、濃厚な味わいがあると。これだけ濃厚ですと、1個丸ごと食べるとですね、相当重いわけなんですが、それを真っ赤なトマトソースがですね、爽やかに洗い流してくれるんで、濃厚こってりカニ味噌クリームを食べる箸が全然止まらなくなるわけです。さあ、そして次はですね、これまた私の好物、これも注文したのは私なんですけど、タコですね。タコをもうしっかり煮てあってですね、味が染みていて肉は柔らかくなっていると。噛んだ瞬間、軽く噛み切れるという感じまで柔らかく煮られております。もちろん味も染み込んでおりまして、しかも味は濃すぎない、ちょうどいいんですよ。そしてこちらはですね、そば友達が選んだそら豆ですね。なかなかね、渋いのをね注文するんですよ。これがですね、軽く塩味がついているんですが、それがまたいいんですよね。味を濃くしてビールたくさん飲ませようっていう魂胆がないのがいいですね。ちなみに言いますと、そういう魂胆丸出しの店も好きなんですけどね。私結構濃い味も好きなんですけども、食べてみるとこういう微妙な味っていうのもね、悪くないんですよ。さあ、もう一度タコでございます。まあこれはですね、美味しすぎましたね。上に乗っているこの山椒の葉っていうのは、一緒に食べた方がいいのか、それとも食べないのか。山椒の葉っていうのはただの飾りなんですかね。今でも本格的な寿司屋では本物の笹が出てくる時あるじゃないですか。あれは食べられないっていうのは私知ってるんですけどね、山椒は食べてもいいんじゃないかなって私は思ってるんですよ。ということで、山椒の葉と一緒に食べますが、私はですね、これありだと思いましたね。結構爽やかな香りが口の中に広がるんですよ。これってマナー的にダメなんですかね。婚活でこれやったらやばいのかな。まあそれはいいとして、次はですね、こちら、これがですね、愛知県ではまあまあ定番のですね、茄子の味噌田楽なんですよ。そしたらですね、ししとうもついてました。この味噌だれ、これは濃厚ですよ。これをいただいてですね、味噌の濃さをですね、あらかじめリサーチしておくわけですよ。だいたいこの手の料理はですね、味噌の味はですね、相当濃いです。この味噌もですね、まあまあ味がしっかりしているので、あんまりつけすぎるとちょっと濃すぎるなっていう感じでですね、味噌の量を調整するわけですよ。まあこのぐらいでね、大丈夫です。結構しっかり味がします。茄子はちなみにトロトロになってますね。この店の茄子田楽はですね、皮も剥いてあってすごく上品ですけどもね、愛知県ではこの料理は結構定番で、普通ですと茄子が半分に切られていて皮ごと焼いてあると、でその上に味噌がたっぷり乗っていて、小さな木のスプーンで食べるみたいなスタイルが一般的かなと思うんですけど、このお店の茄子はおしゃれですね。食べやすいです、この方が。そしてまたそら豆が止まらないわけでございます。注文すると鞘ごと茹でるのかな、ということでですね、大きさはまちまちです。小さいのから大きいのまでいろんなのがありました。さあ、ではそばの時間でございます。私ですね、前から申し上げている通りですね、辛味大根のそばが大好きなんですよ。なんとこのお店にですねありましたので、食べていきたいと思います。ちなみにですね、今更なんですけども、今回結構画像が荒いと思うんですね。そしてですね、このチャンネルに関してはですね、私よりも詳しいとある方がいらっしゃるんですけどね、その方はですね、画像が荒いとカメラ変えたんじゃないかというですね、推理をね書いてくださるんですが、今回はですね、カメラが違うんではなくてですね、実はこのお店って結構照明が暗めなんですよ。おしゃれなバーとかって照明暗いじゃないですか。ああいう感じなんですよ。まあまあ明るく映ってるのはカメラの補正機能です。
ただその代わり画像はちょっと荒くなっちゃってますね。まあ話戻しますと、こちらのそばですね、もう最高美味しいですよ。まず麺の歯ごたえがですね、素晴らしいんですよ。しっかり締められていて歯ごたえがあると。私はですね、そういうそばが好きなもんで、もう止まらなくなってます。そしてですね、細いですよね。しかも期待していた通り、そばつゆと上に乗っていたあの大根のバランスがいいんですよ。さすがそば友達、いろんな店知ってますね。ちなみにこのお店、隠れ家的な佇まいにしては中は結構広いんですよ。それでもほぼ満席でしたから、もしこのお店行ってみたいという方はですね、予約してから行くことを強くお勧めいたします。ということで、今回の散歩はここまでです。また次回の散歩でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。